五感末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ、清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと、自らは大尉の座につき専横を極めた。この時、宮中にて董卓の暴威を憂う者がいた。時の使徒、王胤である。彼はその養女である長仙と共に董卓の暗殺を画策。しかし実行を目前に、計画が董卓に露見してしまう。窮地に立つ王胤、荒ぶる董卓を前に、その命は風前の灯火と化した。大恩ある義父を救うため、その悲願である董卓抹殺を遂げるため、今長仙は美しき騎馬となり、洛陽の宮殿に舞う。手の真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。楽にして差し上げます。固く守られているようだ。東の小部屋から外に出ようぞ。の反逆は死をもって償っていただく。宴の時間です。争わなければなりません。おかすご、仕方ありません。おかすごを。このまま洛陽を離れてよいのでしょうか。宝泉様なら私の力で待ってくださるやも。なんと少々味方に作るつもりか。本戦終了で私が説得いたします。お父様、今が董卓を討つ好機なのです。董卓に盾つく奴がいる。誰だか知らん。ひねりつぶして。この俺が
不法人を発見、直ちに排除します。恐ろしい兵器が。お父様、お気をつけくださいませ。そこは迂回して進むとしよう。こちらに向かっているだろう。面白い。消し炭にしてやる。トータク様に気ばむく者よ、その罪は死をもってあがなうがいい。ご覧ください、その首もらい受ける。いざ。わしは裏に回る。
ちにしてやれ。悲願を果たしてくれた。お前という娘を持てたこと誇りに思うぞ。お父様、宝泉様、ようやく時代の闇が